あと工学部やっています。工学じゃねえよ。超改造部。ゆっくりズーム、ゆっくり引き、はい、いろんな高原がある中で忍者ウォークでウォークするアクションで手持ちです。ISO 3200になってますね。片手持ちから両手持ちに変えました。ティルトしてみます。で動画で歩いてみます。忍者歩きです。普通の歩き方にします。ラウアの14ミリのレンズでマニュアルフォーカスや機関やつで F5.6 で手で持って普通に歩いてます。続いて忍者歩きてみます。はい、パン真横に歩いてます。どうでしょう、それがね、多分デッドナイル賢いんですよ。だから認識能力がすごいんやね、はいはい、だからそれを、それでうわすげえと思って、あ、だいたいその合わせたいところに自動に行く、はい、スッて行けよ、スッて、それも、こう行ったり来たりせずにスッて行けよ。ISO 32000、 夜景の手持ちウォークする動画。 ISO オートだいたい6400ぐらいのウォークする動画。こんにちは。
FX30 買いました。これはちょうどこれで見えないですね。一回外します。お、買いました。購入の経緯、実は経緯としましては、α7S を持ってまして、ちょっと S がちょっと消えてますけどね、 S ですを持ってまして、これずっと使ってると何が良かったかというと、フル HD の、60p がフルサイズと APS-C サイズが取れると。でこれがまあ2014年かで、2021年のまあずっとそれも使ったんですけども、さすがに 4K の 60p でフルサイズと APS-C が両方使えるやつ欲しいなということで、ただちょうどそのタイミング、2021年の終わりのタイミングで Z9 が出てきまして、値段的にも他のところは安かったんで、これ行こうとでとやってたんですが、まあ問題者、まあ見ての通り重いっていうのと、 Vlog 的な要素が使いづらかったっていうのがあって、その流れでこれですね、 FX30 がまあバリアングルっていうのと小ささと、あとそのα7S の時からそのソニーの APS-C のサイズの10ビットが出たら欲しいなと思ったんですけども、まあ、それがやっと出たんで思わず買っちゃいましたっていう流れです。それであと、まあ、あの Z9 を使ってての不満な点もありまして、まあ、重いっていうのを先ほど言ったんですけども、 Vlog っぽく使えないっていうのと、あと動画時の AF 性能がどうもしっくりこないっていうのがありまして、でまあこの FX30 をソニーのショールームで触った時は全然いけれてると、タッチ F とか吸い付くようにタッチ F 効くと、これは言っとかなくちゃなっていうところで買いました。で初日のまあ映像を先ほど流したのを見ていただいたんですが、雑感としてはまあ動画 AF は多分 Z9 より上です。まああと音も、はい、この Z9 個体って悪いんかなと思うぐらいなんか音が小さいんですよね。それもあっても音も全然、FX30 の方がいいです。でアクティブ手ブレ補正やなんかカクつくんです。それは多分もしかしたらこのレンズとの、レンズもこれ一応スタビライズついてるやつなんで、OSS ってここちょっと見にくいです。ここに見えるんですね。このオプティカルステディショット OSS が、との相性がまだしっくりきてないのかなっていう。まあ実際使ってると、使い出し始めはよく揺れるんですけど、もうちょっと流すとなんか落ち着いてくるみたいな印象あります。あと、そうですね。色。が、まあ、今回の映像では人工光の下でしか試せてないんですけども、ちょっといまいちじゃないかというふうに思ってます。あとローリングシャッターはもう最初から、まあ、シャッターがないっていうところで、まあ、ひどいです。あの途中で見てもらったと思うんですけど、めちゃめちゃ傾いてます。あと静止画の性能も ISO 多分僕の許容範囲で静止画と4000までかなと。動画だったらまあそこまでは気にならないんですけども、静止画と4000が限界かなと。設定上は10万までいくんですけど、はい、そんな感じです。まあ、これが初日の感想です。ただまああの全然やっぱ軽いんで、腕の疲れが違うんで、もうちょっと軽いレンズも探さないかんかなっていうのもあるんですけども、まあその辺も含めて、まあいろいろちょっと探っていきたいなと思います。で、一応、現在この D 缶のようなものですね。ここにつけるカスタムっていうのを、新たに今回はやってます。これ何でしたかというと、実は FX30、ここストラップをつけるための、
バッシュはあるんですけど、ストラップはついてません。はい、普通のデジカメはついてるんで、ついてないので、私の使い方としてはこういう風な大きいストラップをこの D カメラカチャッとはめて使うと、でこれでぶら下げて使うみたいな使い方してます。でまあ実はスモールリグの買ってあるんですけど、まだつけてません。それをつけたりとか、あとはこの足元ですね、あの三脚のなんかこの畳んでグッと握れるようになるっていう、あれもどうしようかなと今悩んでます。その辺も含めておいおい紹介していければなと思ってます。今後ともよろしくお願いします。 FX30 の話でした。